行きました。そしてね、あの新潟県民の皆様、皆様、新潟県民の方は見れたかな、あのワルドリーアップさんに出演させていただいたんですけどそう、なんかちょっとテロップ書くわ。間違えた。いや、はい、今日の丸撮り、今日の丸撮りはもう全部が美味しそうでしたなんかそう、最初はあ、出てこない、江南区出てきた、江南区のところのなんかおすすめグルメみたいなのを紹介していて、そうそうなの、本当にね。で、私行ったことがないんですよ、多分江南区、多分わかんない、行ったことあったらどうしようでもだからなんか何かなって思って調べたら、あの亀田のイオン行ったことあったかな、亀田のイオン、私どこのイオン行きましたなんかあの北方文化博物館があるんですね、江南区には。そうで、北方文化博物館って鬼滅の刃を見ている方なら知ってる方もいるんじゃないかなとは思うんですけど、藤の花がこう上にねバーって咲いているんですよ、北方文化博物館って。そう、それが鬼滅の刃に出てくるそのお屋敷に似てるっていう、ので結構話題になった場所なんですよね。そうそう、本当にでも似てるんですよね。そう、綺麗なの、直接は見たことないんだけど、そうっていうのでああってなって、そうそうそう、それでじゃあそのね、江南区にはどんな料理があるんだろうってなった時、もう美味しそう、もう本当に違うの聞いて、もう朝さ本当に緊張しすぎてさ、緊張とさ、なんか朝だからってのもあって、私ご飯食べれないんですよ、朝起きてから食べれなくて、でもさすがに長いから、朝起きてからその本番終わるまでが長いから、朝朝食バナナみたいなさ、飲むゼリーあるじゃないですか、そう、氷のバラ、ありがとうございます、そう、氷のバラちゃいました飲むあのバナナのゼリーあるじゃないですか、あれを買ってね、本番前にもううえって飲んだんだけど
もうね本当にあの映像、今日本当に今回は本当に、ね、食べ物がもういっぱい出てきて本当に美味しそうでしかなかった。もうねもううわーってなった語彙力皆無語彙力皆無すぎてそうもうね本当にねよだれが出そうだった。本当口の中からもういっぱいよだれが出そうなぐらい美味しそうってなりながらなってました。一番食べたかった料理でもやっぱ私麻婆麺かな。あのさトロトロの麻婆にさね麺が絡みついたらさ飲めるんじゃないってもう本当に思うの。本当に美味しそうだった。本当に麺まで飲めるんじゃないかって思ったぐらい美味しそうでしたそう麻婆麺食べに行きたい。そうね本当はねその番組終わりに行こうと思ったんですけど遠すぎてそうさすがに車とかないといけないっていう風になって行けなかったんですけどいつか行ってみたいなって思いました。そうでちょっと順番前後しちゃったりするかもしれないんですけど食べ物関連で行くとあとモスのハンバーガーをねこう実際スタジオで食べさせていただいたんですけどもうなんか食レポするの大丈夫かなって思ったんですよ。美味しいしか出てこなかったらどうしようって思ったんですけどそうでもそう一口食べてやっぱさ全部食べきれないじゃん番組中にさこんな一人だけむしゃむしゃ食べれないからさ一口食べて終わっちゃったんですけどそうでも番組終了後にきっちり全部食べましたはい美味しかったです。とても美味しくいただきました。そうシャキシャキのあのキャベツにオーロラソースとチキンがすごいね美味しいんですよ。チキンもサクッてしてるんですね。サクッとしてるしジューシーで美味しいしそう本当に美味しかったです。本当にバチバチそうチキンバーガーです。うんモスのバーガー何が好き？なんだろう野菜のバーガーあったりするじゃん。野菜のバーガーとかあと普通にモスバーガーとかが好きですかね。モスバーガーはこうソースがさやっぱ溢れてるからそれをこうはみ出たソース袋の中に溜まったソースをポテトにディップして食べるっていうのは安藤家流ですはいそう美味しいです。でその後靴下今回その靴下をね紹介したんですよ。どこだっけあカモ市にある山中合ってます言い方合ってるそうカモ市で合ってますよね読み方ね。カモ市で合ってます。地名やばいそうや山中カモ市の山中さんの靴下ご紹介
してて、そうで、あの実際本当ならその本番前に履いて、あ、こういう感じなんだっていうのを知った上で、本来の衣装を着るはずだったんですけど、本当にあったかすぎて本当にあったかすぎて、それを履いて打ち合わせと本番も出るという行動を起こしましたそう、本当にね、あったかいんですよ。私がね、履いたやつが、これでも今洗濯回しちゃってあれなんですけど、これこれ、あ、ちょっとくしゃくしゃになっちゃった。とにかくあったかい靴下っていう商品名です本当にこの色、これが本当にあったかいんですよね。これそう、とにかくあったかい靴下っていう、もう超超ドストレートな商品名なんですけど、あのね、本当にあったかい、本当に、あのね、びっくりするぐらいです。履いてすぐ、あったかいっていうのを感じるんですよ。いや嘘だろって思うでしょ、本当なんだよマジで。だって私本当に今日履いてからずっと履いてました。今日その試着してから一回も脱ぐことなく、本番を終えた後もずっとそれ履いてました。もうそれぐらいあったかくて、今ってすごい冷えるじゃないですか。私女性の方なんて特にさ、冷え性とかあるから足元冷えると思うんだけど、男女兼用です。男女兼用で22から24センチって書いてあります。これわかんない、あ、でもこれカッコ女性用って書いてある。何センチかいろいろあるのかもしれないんだけど、私が履いたやつはこれです。そう、でも本当にあったかくってびっくりしました本当に。で最後それいただいてきましたまあそうだよね、一日中ずっと履いてんだからってのもあるんですけど、本当にあったかくって、そう、ぜひ持って帰ってくださいって言っていただけたので、もうずっと履いてきました本当にあったかいんですよ。なんかさ、いくらこうモコモコした靴下でもさ、なかなかさこうあったまらないんですよね、冷え性って。本当にでも本当に、ほんでずっと履いてました。本当にね、冷たくなることなかったぐらいあったかくって、もうね本当にお気に入りですうん、本当におすすめおすすめ。うん、そう、もう感動ですよ、感動、本当に感動です。でもその保湿シートが入ってるやつもすごい気になりました。そう、いいなーって思った。はい、あとはあれですかね、甘酒の紹介ですかね。そう、甘酒もさ、すごい美味しそうだった。なんかそう、甘酒の紹介してて、普通の甘酒じゃなくって、桜餅、飲む桜餅みたいな感じの、そういう商品名だったかな。でなんか甘いんだけど
その桜の葉も入ってるから塩味があるらしくて、そう美味しそうだった。っていうのがあって、もうねすごい今日緊張したんですけど、本当に本番前までは本当に緊張して、私私大丈夫かな大丈夫かな、うわーってなったりするんだけど、でも本当にね美川さんとか、あと大西さんとか大石さんとか、あの大学さんとか、本当にねもうねちかぽんさんとか本当にたくさんのね方々にね助けられ、もう温かく迎えていただいて、本当にもう本当に毎回本当に感謝してます。本当に感謝しかないです。そう、それに私ちかぽんさんにお会いできることがすごく私楽しみで、そうだから、あ今日ちかぽんさんに会えるって言ったのがなんと楽屋隣だったので聞こえてたらしくて嬉しいって言ってたのが聞こえてて隣からちょっとクスって笑い声したんですよ。えって思ったらまさかちかぽんさんが隣にいて聞こえてるよって言われちゃいましたそうすごい嬉しい。ちかぽんさんの YouTube を見てるんですけど、本当にね喋りがすごい上手なんですよね。上手、本当にすごいなって思うし、その一回ね打ち合わせというかリハーサルとかするんですよ。でその時に、あその言葉いいねって言ったものメモってるんですよ。そうだから、あすごいなって思う、うん、すごいですよね。嬉しいな私本当にちかぽんさんに会えるのすごい楽しみだったのそうそうなんですそんなこんなで丸取りさんが終わり、本当にね本当に周りの方々が本当に優しくて、本当になんかお兄ちゃんお姉ちゃんがいるみたいな感じでした。本当にそう、うんはい。そしてあのね今すごくたくさん丸取りさんのお話をさせていただいたんですけど、なんだろう、いや俺見てねえしとか私見れてないしみたいな感じで思わずに、あそういうこういう内容の番組だったんだって、この話でね県外の方もこう伝わったらいいなって思って話したんですけど、で次ひなた祭りですねひなた祭りどうでした皆さんどうでしたか。新潟住みたいだっておいでおいでって、なんかちょっとめっちゃ良かったですれですれ嬉しい、良かったよだって、ありがとう。まだ聞いてない、聞いて聞いてね、落ち着いたら聞いてね。こんばんは楽しかったですだって、嬉しい、ありがとうございます。そうもう初の日向祭りね、もう日向祭りにね出させていただいて
感謝です、本当に。しかもあのおピメ祭り、ピメのなんだ、ピメが仕切りというか、あの代打っていうんですかね、で最後が私っていうそうそうなんですはい、私とお姫と言ったらもうピメナソということで、今回もちょっとね、あの日向のお二人にあのこう少しでも私のことを覚えてもらおうと思い、多分これインパクト残るんじゃないかなということで、ゼクシーを持ってきましたはい、そう、はい、ゼクシーをね持っていかせていただいたんですけどそう、でもあの日向のお二人にはあのコメフェスの時にそうちょっとね認知していただいてて、私がその時練乳の服を着て行ったんですよ、コメフェスの時に。そしたらなんかもうその時から練乳ちゃんっていう風に呼んでいただいてたんですね。そうで、もうさらに私のことをなんだろう覚えてもらおうとゼクシーを追っていったらもうねすごかったです、反応がでもそれで番組が面白くなるならよかったですよかったなって思って、そう、それでね少しもうね、あの本当に台本ないことまですごいなんか話が広がったので、なんかよかったなって思ってきっと濃く覚えてもらったんじゃないかな、確かにそう、そうなんですよ、そう。でも本当に緊張しました、今回企画が歌うっていう企画だったんですね。そうだからもう本当にね超緊張したんですよ、合間にねめっちゃ練習したので、カホがいたからカホに聞いてた、ずっとここどうだったっけみたいな感じで聞いてました。もう本当にカホがいてよかったってすごい思ったんですけど、そう本当に不安すぎてなんか緊張するんですよね、やっぱり公演でやってるのと全然違うし、もう最初は本当にどうなることだろうっていうぐらい音程外しまくってて、あやばいって思ったんですけど、なんとかねうまく歌えてよかったなと思います。本当にうまく、私的にはもうちょっとねはい、とても緊張したのでうまかったかどうかわかんないんですけど、正直なところなのでぜひ皆さんがね聞いて確かめていただけたら嬉しいなと思います。 そしてね姫がね、姫も歌ったんですよ一曲、もうね嬉しかったよね、なんかさなかなかさ聞くことないじゃないですか、姫が抱いてやっちゃうね、最近歌ったって思うとそうもない気がするんですよね。そうだからめっちゃレアだなって思って嬉しかったです。はい、こんばんは、少しだけ拝見しましたが、やっぱりアイドルって歌うまいなって思いました。まあうまい方はもっとうまいですけど、でもまあでも私本当に今はすごい声が綺麗だねとか、かなちゃんの歌好きだよって言ってもらうこと多いんですけど、本当に昔本当に
昔私全然音痴で、もう家族に心配されるぐらい音痴だったんですよ。本当にお前大丈夫かって言われるぐらい音痴で、本当にね、これは本当に今でも言われるんだけど、家族の前でなかなかね治んないんですよね、音痴って。でもドラフトの合宿してから変わったって言われるんですよ、家族から。そう、それ嬉しいよね、嬉しいなーって、って思って、本当に嬉しいです。はい、なのでね、ねえはい、ぜひまだね聞いてない方、聞いたけどもう一回聞きたいよって方、ラジコで聞けるので聞いてください。そしてね、23時からもうね、テレビでやるので、ね、正式名称23時 NCT さんの、あ、ののになってるコミュニティチャンネルですね、 NCT さんのコミュニティチャンネルにてテレビ放送されます。はい、日向祭りウォッチング、すごい洗濯機切れた BSN アプリで日向祭り反省会の動画も見れますとのことです。皆さんぜひ BSN のアプリ入れましょう。そう、うちのお母さんも入れてんだよね、 BSN のアプリを入れてなんか見てるって言ってました。新潟の天気、天気なんかなんだか、な、な、何見てるって言ったかちょっと忘れちゃったけど、そうはい、そんなこんなの、一日でした本当にもう今日は早起きしたので早く寝れそうです。はい、アプリ入れますぜひお疲れ様でした、ありがとうございます。はい、どんな表情だったかすごく気になる。もう必死だったと思うよ、顔、もう顔作ってる暇なか、なくって、もう本当に必死な顔して歌ってましたきっとあ、ちかなちゃん必死な顔して歌ってるって思っていただけたら嬉しいですぶっさいくとか思わないでください精一杯頑張りました本当に、はあ、あくびが出ちゃった、水垂れた。はい、そしてね、明日は朝配信にしようと思います。明日何時だったかな、8時
からにしようかな。8時から1時間配信したいと思います。はい、よっ、はい、おーい、はい、な感じですかね。いやー眠たい冷たいけど、これから洗濯物干して、ちょっと明日をね確認したいと思います。おお、肉まん、ありがとう、肉まん、肉まん、あ、肉まんで思い出した、さっきまで私肉まん作る動画見てたの肉まんを作る動画見てて、あ、やばいやばい配信だって思って、そう、肉まん派です。そう、私がね、でもチビーズっていう、そう、チビーズルーム、チビーズはひらがなで、ルームが英語なんですけど、その YouTube 見てて、私この YouTuber さん好きで、そう、そのなんか肉まん作ってみたみたいな動画があって、それをちょっと見てました。肉まんだ、肉まんだ、ありがとうございます。チャンネル登録といいねしてきた早い私がね見てるの大体主婦のやつですよ大体主婦のやつを見てます。うん、なんか主婦か一人暮らし独身女性のやつとか、あとはもう本当に有名な YouTuber さんを見てますね。うん、家庭力の高いちかなちゃんだって、やば、家庭力高いって、どうしようどうしよう、ね、前髪伸びたと思わない？見て、今ちょっと浮いてるんだけどさ、ほらめっちゃ伸びたでしょ前髪。もう目の下までいきますよ、ほらめっちゃ伸びた前髪が。もうちょっとだけ切るの我慢してから、切ろうかなって思います。うん、こんばんは、そう、なんかさ前髪の量が多い気がしてちょっと減らしたいので、もうちょっとだけ伸ばしてから、残す部分と減らす部分とこういう感じにしたいんですよ、量だから、はい、昨日ね、今日の夜中か正しく言うと今日の夜中、私
またお城燃やされてなんか名前がさ、でもさ、なんかいいって思う名前だったんですけど、そう、でもなんかすぐにあのロードを解放してくれた。一体誰だったんだろうあれ誰なんだろうって思いました。うん、ねえ、そう、ななこさんとサーヤも捕まってたんですよ、見たら。えっ？って思って、ええって思わない？ななこさんとサーヤってさ、あれ、私敵だよね。敵っていうかチーム型さんの方ですよね。でも私ポンコツだし、ポンコツのチームだし、えって。そう、しかもさ、メンバーだけだったんですよ、捕まえてんのを。だから誰なんだろうって思って、ね、なんかでもさ、このゲームってさ、まあね、こうお城を攻めに行くゲームだからね、なんかまあしょうがないってしょうがないんだけど、私たちがはさ、ギルド教徒を目的にさやってるわけじゃないですかだからね、ちょっとあいね、なんか複雑ですよね、うん、それがもしさ NCT のファンならさ複雑よな。本当にそのゲームだけをやってるのならさまだいいと思うんですけど、そうはい、私は正直複雑な気持ちになりますあ、まあ本来そういうゲームだしな、うん、でもな、うん、みたいなってなりますはい、でもまあなんかさ、もう言ってもしょうがないしいいかなと、もうねあ、バリア張り忘れた私がいけないし、私もか、もういけないし、うん、はい、まあ人によってね価値観は違うので別に私押し付けないし、押し付けたこともないし、クエスト終わったんでお礼参りの準備やります私もじゃあお礼参りの準備のためにちょっとあの、はい、ジェムがいっぱいあるんで、ジェムもいっぱいあるし、
スピードアップもいっぱいあるんでまあ兵士は増やすことできますとりあえず私今白レベル上げようかな。ちょっとみんなヘルプをしたからヘルプお願いしますヘルプ満パンになったらちょっと第三部隊、分かった、第三部隊増やすわちょっとあ、なんか待って、あ、やばい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 、よいしょった、ちょっと兵士いっぱい作っとくね。私もお礼参り行きたいからさ、あの バトルホールで行くんですかみんな、それともあれですか、もう個人でお礼参りですか。ちょっと個人でお礼参りする場合はちょっと一回眺めてみたい私ももうね、ちょっとクエストできるの終わったし、そうジェムが増えたので、またジェム増えたのでちょっと、はい、礼参りはできるかなみたいな増やしすぎると食料な、確かに確かにね、まあそうなんだけどさ、はぁ、一番強いやつ、あら頑張って、あ、頑張ってください応援してますかわいいね、かわいい、来た、かわいいねって、ちょっとありがとうございます。ビップレベルも上げようかなと思ったけどちょっとやんだ。とりあえず、あ、これもレベル上げなきゃいけないよね。もういっぱいあるやないか、レベル上げなきゃいけないの。まあそりゃそうなんだけどさとりあえずいっぱいあるから、今さ、しかもさ1個スペシャルパック買うともう1個タダでついてくるっていうのがあるんですよね。まじそれやっちゃおうか悩むよねハートありがとうございますね。高いの買った方がお得です。いやでも高いよな今ね 58.7k あるんですよ、ジェムが。まあね、あ、そう、私いっぱい買ったから減ったんですよ、一時減ったんだけど、あの増えましたはい、はい、ねえ、どうなるかな。でもギルド教徒本当に頑張ろうね、みんなで。わ、なんかヘルプがいっぱい来た、嬉しい、ありがとう。そう、本当にね、接戦なんですよ、接戦だからちょっとどうなるかわかんないけど、はい、
マジ接戦ですよ最後。でもやっぱ怖いよね最後。あと2日間だ。最後どうなるかがちょっと心配ですけど、まあね、悔いが残んなければいいかなって思うんですよ。すごく。全員7枚チケット使い切れるといいな。まあね確かに。でも最低でも6枚、最低というか全部やっぱあのジェム使わなかったら6枚じゃないですか。だからそれをねみんながやってくれたら嬉しいですよね。やっぱりうんって思う。頑張ってるから私もちょっとお城のレベルを上げるためにさちょっといっぱいヘルプ出してるからみんなよろしく。ま負けないぞだって負けないぞ。ね、チケットは全部使い切りたいよね。あ、スピードアップめっちゃ使ってます。もうねあんまりね私クエスト終わったし。はい、消費です、消費消費してます。こんばんは。もう月曜で終わりだから使わないともったいないんだって。あ、なんか私スペシャルパック買った時になんかずっとなんか宝箱が無料みたいなさのがあったんですよ。なんか無料っていうかなんか何個か出るみたいなやつを買ったので毎回毎回なんか宝箱開けられる。ちゃんとヘルプ受けてから時短使った方がいい。うん、そうしてるよ。まあ残り2つとかはいいかなって思っちゃうんだけど。はい、そんな感じです。あ、18人しかなってないけどちょっとオート使っちゃおう。いいかな。もうちょっとだけ待つ。でもなんかもう来ない気がするんだよな。いいや使っちゃえ。こんばんは。よしよし。あ、これも、あ、これもこれもレベル上げなきゃいけないのね。もう大変。あ、みんなヘルプ。みんなヘルプ。今どれがあるんだろう。あ、でもいっぱいあるな時短。あ、すごい、採取スピードアップっていうのもある。採取採取すごい。嬉しい。私以外無視しなさい。物資はいっぱいあるんですよ私。物資本当にいっぱいあって、多分まあいっぱいなくてもジェム使うんで。いいんですけど。はい、でも、ね、いい感じにね
安いのを狙ったので10回買ったけど、みんなヘルプみんなヘルプ、はい、あ、なんかこのアカデミーも進めようかな、経済これやろうかな、お、待って、こんな便利なのがあったけど、なんかいっぱいみんなヘルプしてくれてる、ありがとう。よいしょ、おー、あと何回かやったらお城レベルアップできる、はい、みんなヘルプー配信しながらっていう、実はヘルプの鍵開け狙ってます、あー何それヘルプの鍵開けなんて初めて聞いたんだけどじゃあ頑張ってヘルプの鍵開け、みんな鍵閉めは誰かな、じゃあはいまあみんな構えてたら私からヘルプちょうだいってくるよきっとしばらく多分お城のレベル上げるためにスピードアップ使うからはい、うわ眠たいあら、もうちょっとで57分になってきた、みんなで建設と研究ラッシュ始まった、嘘、そんなことある、レベルアップできるか、あ、できる、やったね、え、お城さレベル19に上げるのってさこんなに時間かかるの、やば、私レベル17ぐらいで止めてたんですよね、これでもうギルド共闘できるから大丈夫とかもしてたんだけど、ちょっとみんながお礼参り行くっていうんだったら私もちょっとね強くしておこうかなみたいな、はい、第3部隊ちょっとじゃあ増やそうかな、すごいレベル上げるとなんか変わってる、忘れそうかお城はヘルプなんちゃららジェム使ってあげました、25に上げる時とか40日、やばやば、本当そんな、やば、そんな無理だ私25はさすがに目標20かな、20にまず上げてテンション増やそうかなと思います、なんかめっちゃ麦なくなる、麦の摂取行こうかな、摂取だって体の中に入れるんかって話だよねあ、なんか攻撃できそうなやつがいたのでちょっと攻撃しに行こう、そして麦麦麦麦麦どこ麦ない、麦がないよ、麦畑を探しています、求む麦畑、あ、え、あ、なんかレベルアップした、ありがとう、こことここにしようかな、はい、ちょっとこの
あ、なんか資源向かってるってやめて。今一生懸命自分で自給自足しようとしてるの。せっかくくれてるのにありがとう。送ってくれた人ありがとう。なんか麦畑見つけたけどさ、少な、503とか、え、なんかいっぱい塊あるんですけど、あ、なんか少なかった。でも、あ、いっぱいあった。あ、どうしよう、行こうかな。よ、行ってきま。はい、あ、岡村さんきっかけです。だって嬉しい、ありがとうございます。ちょっと今ゲームしてました。でもちょっと10時になったのでそろそろ終わりにして、洗濯物を干さないとっていう形なので、来てくれたところ申し訳ないんですけど、壇上読んで終わりにします。はい。はい、13位なりしたさん、13位なりしたさん、12位まるまるさん、12位まるまるさん、11位マイクさん、11位マイクさん、10位ゆうさん、10位ゆうさん、9位ハブトゥーセーブさん、9位ハブトゥーセーブさん、8位あやさん、8位あやさん、7位グッピーさん、7位グッピーさん、6位ディアマさん、6位ディアマさん、5位ミーさん、5位ミーさん、4位のんのんさん、4位のんのんさん、3位佐藤大塚さん、3位佐藤大塚さん、2位カブさん、2位カブさん、1位キャッスルさん、1位キャッスルさん、ありがとうございます。はい、てなわけで23時からはね、あの日向祭りウォッチングがあるので、ぜひ。私はちょっとあの洗濯物干したりしてから寝たいと思います。はい、ではでは、ありがとうございました。また会いましょう、ルーム、バイバーイ、またねー。おやすみ。